方法っていうのはないもんですかね。僕的にはちょっとないですね。と地下水にも入っていることもありまして、ちょっと土木的にはちょっと厳しいと思います。先日現地調査に入った時に非常に簡便な線量計で地表の線量を測ってきたんですけど、そうしますと他の部分とここでいうところの1の2のところですと地表面の線量で一桁違ったんですけれども、あれは本当簡単な線量計だったんですが、もうちょっときれいにコリメートしたやつでガンマ線測ると、こういうところであれば少し分かるのかもしれないんじゃないですか。どうですか。ご指摘の通りで簡便なやつを持っていったところのそのバックグラウンドとですね、その辺の微妙なところがちょっと出ない、それだけです。かなり線量が高くて高濃度 で表層側にあるんであれば、コリメートしてやつをコリメートコリメーターって言っても要するに金属の筒ですね。でそれでセンサーでやってやると表面であってもそれなりの情報が得られてというのは、情報を急いでるという意味から言うとそういった方策はあるんじゃないかと思うんですけども、そういったご指摘の部分がですねできるかどうかちょっと検討して早急に検討してですね、現場の方と相談しながらですね進めてみたいと思います。そこで新たに漏れているようなところ漏れているところがあると、他の箇所に入っても漏洩も疑われるといったときに、今度はとにかくポイントは地下水位なんですけれども、月曜夜の時点で地下水位が高くなっていることを報告されて、今回もデータがあるんですけれども、この地下水位の経緯を単に素人目で見てしまうと、リニアで見てやると数週間の間に、止水対策って確か地中 1.8 メーターぐらいまでは効かなくて、それ以下の部分で効いてるわけですよね。そうすると止水対策が効かないところまで、地下水が達するまでの期間をどのくらいに見ておられますか。正確な数字っていうのはですね、今現在ちょっと持ち合わせてございません。水ガラスをやると山側から水が来るので、その辺はそのダムアップするっていうことはもともと分かっておりますので、その今後その対策系の方には書いてあるんですけども、山側をですねその止水をして、その上からの山側からの水をせき止めてあげる、それからそのダムアップするような水については汲み上げると、それから先ほどの雨の、ところでもかなり影響があるということで、その部分についてはそのキャップっていうかフェーシングをしてですね、その水位をその減らす、またはそのやるようなことを現在考えておりまして、はい、多分木田先生のご質問はそういった対策とそれからそのダムアップしてくるスピードとの関係についてのご質問だと思います。でその部分今